ユナイテッドリナックスは、かつて存在した、リナックスディストリビューション及びその開発団体である。2004年に事実上終了した。ユナイテッドリナックスは2002年5月30日に、カルデラ、コニックタイバ、スセ、ターボリナックスの4社により発表された、企業向けの統一リナックスディストリビューション名であり、その開発団体名でもある。発表時より、インテル、AMD、 IBM、富士通、ボーランド、SAP、あとには、オラクルなどもユナイテッドリナックスへの支持を表明した。背景としてリナックスは各ディストリビューションによる差が多いため、特に企業ユーザーが求める各ベンダーのサポート対象ディストリビューションが、レッドハットに集中し、企業向け市場でのレッドハットの独創状態を招き、第二のマイクロソフトとも呼ばれ警戒されていた。 このため、ユナイテッド・リナックスは、反、レッドハット連合の側面があり、また、弱者連合と揶揄されることもあった。ユナイテッド・リナックスは、スセイ・エンタープライズ・リナックスをベースとして、4社がコア部分を共同開発し、各社が付加価値を加え製品化することで、各ディストリビューションのコア部分の統一化を進めた。しかし、2002年8月に、カルデラは、 SCO グループと解明し、さらに2003年3月には Linux をめぐる裁判を開始し、事実上、ユナイテッド Linux の活動を停止した。また2002年8月には SRA 参加となったターボリナ Linux が北米市場から撤退した。さらに2003年11月には、スセがノベルに買収されたが、このことは、スセがレッドハットに次ぐ存在になるとも警戒された。 2004年1月22日、ノベルのプレスカンファレンスにて、活動停止状態にあった、ユナイテッドリナックスの終了が発表された。一定の標準化とイス部の指示が得られたことで初期の、目的は達成されたとの見方もある。様々な環境で、単一の統合的なソリューションを実現する、ノベルスセリニックス。ありがとうございます。